新作ミナモモデルやっぱり来た。はい、どうも皆さんこんにちは、ムケオでございます。はい、新作のミナモモデルやっぱり出ましたね。画像が一瞬出て消えたというところで、私動画上げたんですけれども、まあ、その動画もね、結構再生していただいて、まあ、注目度の高さというのをね、感じましたね。はい、今回正式に、グランドセイコーから新しいミナモモデル発表されております。めちゃめちゃ最高ですね。はい、こちらのモデル詳しく見ていきましょう。はい、こちらですね。過去にミナモモデルあったと思うんですけれども、あれのもう文字盤ですね。それのちょっと色が変わったような形で、スプリングドライブ5 days。はい、スプリングドライブで出てきております。レイクスワービフォーダウンということで、またちょっとね、過去の源住み分けをされているような形ですので、ちょっとね、見ていきたいなと思います。とても素晴らしいですよね。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ無形がロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルなんですけども、白川も最高ですし、もう腕時計最高ですので、皆さんもしよければチャンネル登録、いいねを100お願いします。100いきたい。お願いします。はい、ということでね、見ていくんですけれども、皆さんね、過去のミナモのモデルの紹介、実機動画の紹介もしてますんで、それはね、カード出しておきますので、そちらで見ていただければなと思います。はい、こちらね、出ております。素晴らしいですよね。文字盤、そしてまあ、シンプルですね。色も統一感があって、もう銀色で揃えられているというような感じです。今回レギュラーモデルで出ておりますので、前回のミナモのようにゴールドバリとかそういうのではないということで、このシンプルさがまためちゃくちゃいいなというふうに思いますね。いいですね。詳しく見ていきます。はい、こちらニュー SLGA021 エボリューション9コレクション、値段が115万5000円、税込み2023年2月発売予定となっておりますね。前回一瞬出た時にここの値段が安かったんですよね。これがグランドセイコーの1月23日のその値上げを織り込んでいないような値段で出ておりましたね。はい、1月23日以降グランドセイコーがぐっと値段上げてきましたが、その値段が反映されてなかったため、前回の動画が消えたんだなというコメント欄でのコメントは、あれは正しかったということで、本当皆さんすごいですね。ありがとうございます。はい、このように出ておりました。でこの製品はグランドセイコーフラグシップブティック、グランドセイコーブティック、グランドセイコーサロン、およびグランドセイコーマスターショップでお取り扱いしていますということでございますね。あのグランドセイコーショップにランクがありますので、まあね、マスターショップ以上ですね、家電量販店とか、はい、そういうところでは、取り扱わないということになりますので、皆さん、お気をつけください。いや、非常にいいですね。ミナモ待望ですよ。本当に。はい、製品概要です。夜明け前のそよ風に揺らぐ、諏訪湖のミナモから着想を得た、スプリングドライブ5 days 搭載モデル。はい、5 days。グランドセイコーのスプリングドライブモデルを生み出す、信州時の匠工房から東南に位置する、諏訪湖 SLGA021 は夜明け前の静寂の中で湖を渡る風にさざ波を立てる諏訪湖の水面のようなダイヤルパターンが印象的なモデルです。濃紺ですね。今回濃紺のダイヤルが光を受ける角度によって移ろいを見せ、まるでそよ風に揺らぐ水面のように美しい表情を見せます。ムーブメントには信州時の匠工房で熟練の匠の技によって生み出された最大120時間約5日持続のスプリングドライブムーブメント、キャリバー QRA2 を搭載しています。スプリングドライブ特有の流れるような秒針の動きが角度によって光を反射させるダイヤルと重なり、静かな輝きを放つ湖の景色が
彷彿として蘇ります。はい、素晴らしいですね。皆さん 5days 5日間のスプリングドライブ、これもグランドセイコーだけのあの技術というところでめちゃくちゃ正確ですからね。ねえ、これもほぼずれない、うん、ほぼずれない機械式にしてクォーツの正確さ、ほんと素晴らしいですね。で5日間ですね、すごいですよね。5日間ですよ。はい、機械式だと、まあ、ありえないぐらいの、まあ、長いパワーリザーブ。そしてこれスイープ運針がめちゃくちゃ綺麗ですからね、加工動画でねスイープ運針も、見せてますので、ぜひ皆さんそちらも見てください。でこれ夜明け前の巣箱なんですよ。だからまたこのね文字盤のこの色合いが若干違います。この後ね、過去の源をちょっと比べてみようかなというのがありますので、そちらもご覧ください。はい、こちらスペックになります。外装スチールですね。いいですね、スチール。僕スチール大好きです。はい、裏蓋シースルースクリューバック、ガラス素材、デュアルカーブサファイア、コーティング内面無反射コーティングですね。ケース横 40mm、 縦 47mm、 厚さ 11.8 ということで、もうこれ白樺と大体同じようなサイズ感になってます。要は白樺のスプリングドライブのケースに入ってるようなイメージはありますね。バンド幅22、ワンプッシュ三つ折れ式。このねバンド幅の22っていうのもめちゃめちゃいいんですよ。結構ブレスがねこの分厚くて、ここで、ラグスポ感が出ているということがね、よく言われます。ムーブメント QR2、駆動方式スプリングドライブですね。自動巻き最高ですね。最大巻き上げ120時間、5日持続。はい、出ました、平均月差でプラスマイナス10秒。もうねこんなにずれないっていう話も、よく聞きます。うん、もう1秒もずれてないよっていう話は、よく聞きますね。はい、10気圧防水耐磁性あり、 176g、ねじ込み式リューズパワーリザーブ表示機能。はい、裏にパワーリザーブインジケーター、これついてますからね、最高ですよね。はい、ちょっとねムーブメントの方見ていきましょう。はい、こちらキャリバー QR-A2 になります。もうこのねデザインも素晴らしいですね。はい、右下にスプリングドライブの、パワーリザーブインジケーター、こちらの方ね、出ておりますね。匠の技術が詰め込まれたというところでね、書いてあります。で薄くね、作られています。120時間を実現したと。でここね、激戦された水晶を使っても最高だと書いてあります。興味ある方は、読み込んでみてください。はい、こちら薄型ムーブメントというところで書いてあるんですけれども、もう本当にね白樺もそうなんですけど、手乗り感がめちゃくちゃ良くて、まあ冬、まあ服の下とかで結構腕時計つけられる方いると思うんですけども、全然邪魔になりませんね。やっぱりここが分厚いと結構手に食い込んで痛いなって思うんですけれども、それも匠の技術で薄く仕上げているというムーブメントです。ムーブメントの薄型化と動力ゼンマイの巻き上げ効率の向上を実現したオフセットマジックレバー、はい、こちらを使っていると。はい、こちらですね、120時間の長時間持続を可能にしたデュアルサイズバレルということで、香箱が2つ入っておりますね。白樺も2つ入ってるんですけれども、形これ違うんですね。白樺は同じサイズの香箱が2つあるんですけれども、要は動力が2つ並べてあるというところで、まあ、これが120時間をね、実現する最強だということになりますね。堅牢性を格段に向上させ、伝達効率を高めたワンピースセンターブリッジで、このねムーブメントなんですけども、この作り込みというか、ここの芸術性もめっちゃ高くて、表面の仕上げだったりね、もうこれマジで綺麗ですので、ぜひ皆さんね実物ちょっと見ていただきたいですね。このムーブメントについても芸術でございます。はい、ちょっとねホームページの方がねまだね早すぎてちょっと更新されていないということで、ちょっとねネットに出回っていた、画像でちょっと外装の方を見ていきたいんですけれども、今出しているのはこちら過去のミナモモデルでございます。ちょっとね、青がかっている感じですよね、今回のモデルよりも。そしてこれは限定モデルということで、金の針とか金の GS のロゴ、そしてねブレスにも金の GS のロゴが入ってるんですよ。まあそのような限定モデルだったんですよね。これはもう500本、国内500本ということで、超希少なモデルだったんですけど、これが今回本当にレギュラーモデルとして出てきてるっていう、もう感動的なお話でございます。はい、これ今回の、モデルなんですけれども、ああ綺麗ですね。本当この文字盤マジでいいですからね、素晴らしい。はい、針一つ一つの仕上げだったり、インデックス見てください、この細かい溝が入ってたりとかね、本当に最高ですよね。もう繊細な
職人の技術が詰め込まれたモデルとなっております。ちょっと今回ね、漆黒な感じがちょっと出てますよね、文字盤に。ここも渋くて本当に最高だと思います。はい、こんな感じでブレスとかはね、白樺と大体一緒のような形ですね。うん、素晴らしい、めっちゃいいと思います。手乗り感とか最高なんで、ブレスのこの厚さですね、この22ミリの厚さっていうのがもう本当にちょっとね、スポーティー感が出るんですよ。私ここめっちゃ気に入ってて、うん、素晴らしい分厚さが、まあ、横の広さね、これあるんでめっちゃいいですね。ケースの仕上げとかも鏡面だったりサテンだったりと、素晴らしい仕上げとなっておりますね。はい、横から見たらこんな感じです。いいですね。ちょっとホームページよりね、インスタグラムの写真が1枚だけありますので、そっちもね、見ていきましょう。はい、これ前回のモデルと比べたんですけれども、やはりね、文字盤のちょっとね、発色がちょっと違いますよね。やっぱここでちょっとやっぱ墨分けもしてるっていう感じで、まあ前回のミナも買われた方もやっぱりね、ちょっとね、違うモデルということになりますので、文字盤が全く一緒とかではないですので、またそこもね、ちょっと嬉しいところかなとは思いますね。今回のやつもめちゃめちゃシンプルで、いいと思いますけどね。でね、前回ね、国内限定500本で、出てたんですけれども、もうこれね、99万円だったんですけれども、これも限定でもう世界中でちょっと人気が出て、まあ200万円ぐらいのね、価値で2倍以上に、なっておりました。まあ、これを買った時の動画とか、買いに行くまでの流れ、これについては、本当、カードとか概要欄貼っときますので、ぜひ皆さん見てください。本当に素晴らしいモデルでした。私これもうね、触らせてもらったんですけど、もうね、感動的ですね、マジで。それのレギュラーモデル今回出てるということです。はい、こちらね、ちょっとインスタグラムに1枚だけ、写真あったんですけれども、はい、見てください。ちょっとね、ホームページでは分かりづらい鏡面の部分がね、しっかり出てると思いますね。はい、このブレスレットのもうちっちゃいところがね、この鏡面になってるんですよ。輝きとかね、輝いてるんですよね。はい、これもね、見てもらえれば、あの素晴らしさが、またわかると思いますんで、まあ、実物見るのがいいですね。いや、これはマジで人気が出ると思います。うん、白樺水面っていうのは本当に同じ時期に出てて、もうめちゃくちゃ人気があって、今回レギュラーモデルとなるんで、いや、これも結構ゴリ押しモデルになってくるようなイメージありますけどね。もしかするとね、わかんないですけど、機械式とかでまた出たりとかもね、あるかもしれませんよね。また今後ね、インスタグラム等とかね、どんどん上がってくると思いますので、2月発売以降ね、ちょっとハッシュタグで検索してみたいなとは思ってますね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回の新しいミナモモデル、マジで最高だと思います。初め写真見た時めっちゃもう震えましたもんね。はい、これがね、2月前半ですね、ちょっと2月10日というインフォメーション見たんですけれども、あれがちょっとね、あの正確かどうか分かりませんが、まあ2月の前半ぐらいでしょうね、多分出るのは。はい、まあ多分一発目はなかなか買いづらい可能性が高いと思いますので、もしね、早く欲しい方はもう早めに、この動画見られた時点で動かれた方がいいのかなと思います。白樺も本当にね、1年2年ぐらいもう3ヶ月4ヶ月待ちっていうのがずっとありましたので、まあ今はもうね、買えるみたいですけども、まあそういうモデルになり得るモデルだと思いますんで、めちゃくちゃいいと思います。皆さんね、もしよければこっちのモデルチェックしてください。はい、このチャンネルではですね、ロレックスだけにとどまらず、まあグランドセイコーや、まあ他のいろんなブランドの新作発表、まあ、腕時計の話めちゃくちゃしながら世界中旅していくチャンネルでございますので、皆さんもしよければチャンネル登録、いいね、ちょっと100いいねいただければめちゃめちゃ嬉しいですね。本当によろしくお願いします。いいね、でもしよければメンバーシップもやってますので、そちらの方もチェックしてください。はい、そんな感じで本日以上です。こちらの新ミナも皆さんぜひチェックよろしくお願いします。ムケムケ OK、 ではまた。